春年夫は京都府京都市東山区出身の元プロ野球選手、コーチ。2014年シーズンより中日ドラゴンズのコーチを務めている。現役時代は横浜ベスターズの上位打線で投手を剥き出しにしたプレーを見せ、浜の各団と特幹小僧の愛称を持った大谷高等学校から社会人野球の熊谷組へ入部。1992年の 第63回都市対抗野球大会で準優勝。翌年も出場して優秀選手賞獲得。1993年度ドラフト会議にて横浜ベースターズから2位指名を受けて入団。1994年は内野手として登録されシーズン中盤より一軍に定着。終盤には怪我で戦線離脱した進藤達也に代わり遊撃手として多く出場する。 内野では三塁手も守ったほか、中堅手も多く守り、最終的には53試合に出場した。1995年は、中堅手として多く出場。初めて規定打席に到達し、打率3割を記録。調子や相手先発投手の気球でに合わせ、同い年の石井拓郎と入れ替わりで1、2番打者を、務めた。1996年は、 開幕から一番打者に固定されるなど好調だったが、徐々に調子を落とす。鈴木隆則、佐伯木隆弘らとの熾烈な外野のレギュラー争いに勝つことができず、否定打席未達に終わる。1997年は開幕から好調を維持し、前年から石井が一番打者に定着したことにより、二番打者に固定された。打率295の好成績を残し、 自身二度目の規定打席到達を果たす。しかし同年オフの11月にプロ野球脱税事件への関与が発覚。1998年の開幕から6週間の出場停止処分を受ける。横浜球団独自の方針で禁慎中はに軍戦にも出られなかったが5月16日の中日戦で一番中堅守で復帰する。調整不足から しばらく調子が出なかったが、7月には月間 MVP を受賞するなど調子を取り戻し、マシンガン打線の2番打者として、横浜の38年ぶりのリーグ優勝、日本一に貢献した。1999年は打率、298を記録し、2番打者ながら、キャリアハイとなる15本類が、70打点、21盗塁を記録した。 2000年も開幕から校長をキープするも、足の怪我で戦線を離脱。以後閉幕まで一軍復帰できず60試合の出場にとどまった。2001年には、背番号1へ変更。新監督の森正明の方針により、金城達彦と入れ替わる形で三塁手に再転校するも、シーズン序盤に、種田一氏、山田博士との交換トレードで中日ドラゴンズへ移籍。 バイプレイヤー的な存在の内野手と先発中継ぎの両方ができる投資を求めていた森監督が中日の星の千一監督に無理を承知で直談判し異例のシーズン中の同一リーグ間でのトレードが実現した。なおこのトレードはシーズン途中での年俸1億円の選手の初のトレード例となった。中日に移籍後も前年の故障の影響で成績は低迷。 2002年オフ、酒井忠春との交換トレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍。2003年も打率1割台と不振が続いた。2004年の西部との開幕戦で一番中堅守として開幕スタメンを果たす。しかし不振を脱することはできず、オフに戦力外通告を受け現役を引退。2005年は主に J スポーツ、スカイエー。 テレビ神奈川の解説者として活動。また、社会人野球、クラブチームの熊玉クラブに外野手として所属。2006年、古巣横浜の一軍外野守備、ソウルイコーチに就任。2007年には一軍打撃コーチに配置転換。2009年、一軍外野守備、ソウルイコーチに復帰。2010年、一軍打撃コーチに再び配置転換となったが、 前年度から2年連続となるチーム打率12球団再開を記録するなど打線は低迷した。2011年からは2軍打撃コーチを務める。2013年シーズンからは1軍打撃コーチに三度復帰する。同年7月4日の対東京ヤクルトスワローズ戦前にチーム状況の認識をめぐって球団社長の池田淳と口論になったと報じられた。同年限りで 横浜を退団。2014年シーズンより、中日の一軍外野守備総類打撃コーチを務める。山崎武史によると、同年から選手兼任監督に就任した谷重元信が唯一連れてきたコーチが同じ年の春だという。2016年は二軍打撃コーチ。2017年から一軍打撃コーチを務めた。2020年からは再び二軍打撃コーチに、 配置転換される。瞬速高だと、投資満々なプレーが持ち味の外野手。1998年には、バントをしない攻撃的で勝負強い2番打者として、横浜の38年ぶりの日本一に大きく貢献した。現役時代の1999年、グラブは6本分指が入るものを使っていたと話していたことがある。当時は主に外野手をしていたこともあり、 内足をやっていたので、どうしても中指と人差し指を重点的に使ってしまうが、それだと外足のグラブとしてバランスが良くない。そこで小指のところに指が入る袋を2つ作ってもらって、そこで小指と薬指が使えるようにしたということだったという。ロッテ遺跡直後、マリーンズ応援団が春に対し、語呂合わせで日本同様の 春が来たの替え歌を応援歌にしたところ春が激怒。別の曲に変更になった。ありがとうございます。